知り合いがね農業をやりたいっていう話があったんで、で、青森ってカシスの生産が日本一なわけよね。でカシスの苗を作ってほしいと、まあ、欲しいっていうか苗カシスをやりたいって言うから、じゃあ俺作れるよっつって、で今ねこれがカシスなんだけどもね、クロフサスグリっていう名前で青森カシスってやつで、これを苗にしようと、挿し木にしようっていうことで、まあ、今日作業するんだけども、まあ、まずはね、まずは挿し木にする上での、枝取りっていうのかな、をしないといけないんで、まあ、まずはねこれね、あの新梢、ちょっと取るか、この緑色の部分、今年伸びたやつでもできます。まあ、枝を作るにおいて、だいたい20センチ、まあ、これはこのまま使うか、で上の3枚だけ、まあ、2枚か3枚だけにすると、まあ、こんな感じね、まで切り落として、この下にね、よいしょ、下っつうか、水があるんで水につけときます。まあ、本当はこんなことしなくてもいいんだけどね、あの取ってすぐ近くに刺しとけばそれでもつきます。そのくらい簡単なやつなんだけども、とりあえず、水につけてこの中に、枝の中にね、この水を溜めておこうという感じで、でこの古い枝、これも生きてそうだな、でこれも一応つけておいて、ここもやっとくか、これは細いな、ね、20センチ、30センチぐらいをさ、目処にね、葉っぱ上3つだけ、よいしょ、結構ね、あの適当にやってもつくからすごい簡単、カシスは。でこれも20、30センチ上ってことで、よいしょ、別にね俺もこれ好きでやってるだけじゃなくて、とりあえずあったから遊びでやってみただけだから、別にね、あのあげちゃっていいのさ。でこれ枝が葉っぱが全然ないんだけども、これでも出てくるんで、根っこ出てくればつくんで、とりあえず取っておくということ、この辺も水につけておくっていう感じで、どんどん刺し穂、を取っていきます。それで、なんだっけ、カシスの、カシスの、挿し木する挿し穂を取って、今室内に戻ってきて、これから植えるんだけれども、今回ね、作る苗っていうのは、まあ、果樹になるわけだ、カシス。だからちょっとね、大きいポット買ってきました。これ、150、映るか、黒いからすぐ微妙だけども、150って書いてるんで、まあ、15センチ、これ直径が15センチの、やつです。いつも野菜に使ってるのがね、3.55ポットか、 10.5センチ、こんだけ違いますね、大きさが。あの野菜であれば1ヶ月とか、まあ、そのくらいのね育苗期間だから、この中にある土の、容量で栄養だとか根が回っても十分っていう感じで考えるんだけども、やっぱ数ヶ月置くことになると思うんで、あの 今のところの計画でいくと、刺してから大きいやつで根がいっぱい回ってもいいように、余裕があるように大きいポット買ってきました。100個で1000円ぐらい、1080円ぐらいしました。今買ってきました、さっき。ね、これにまずやっていこうかなと思います。まあ、普通にね土に詰めるんだけども、この土ね、いつも使ってる育苗用土にプラスして、今回その新しい畑をやりたいっていう人、ね、畑をやりたいっていう人の土、畑の土をもらってきて混ぜました、ブレンドしました。なんでこんなことするかっていうと、まあ、俺はまだそこまでのさ経験値ないから、10年ぐらいしか農業の経験ないからあなんだけども、このポットの中の土と畑の土がの状態が近いと根を張りやすいっていうのさ。これ例えばこれが全く違う買ってきた土に育苗して、で畑の土があったら、そこのに根をなかなか伸ばさないんだと、いう話を聞いて、あんだったら少し混ぜておいて根張りしやすいようにしてあげようかなって思って、今回、いつも使ってる育苗用土プラスその畑の土っていうのをこうやって混ぜてね置きました。で、まあ、これを詰めていくと、まあ、詰める作業はね、あの基本同じ、みんな同じ、大きくても小さくても同じでしょ。俺大きいの初めてだけどもね、トン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 とね、こうやってトントン
トントンと、これで下から下の穴から落ちることもないんで、でそしたらね、さっき取ってきたよいしょっと枝なんだけども、調子乗って長く取りすぎた。20センチから30センチあればいいっつうから、俺のこの小指から親指の長さがだいたい24、5センチなんで、ね、ちょっと多く見て、まあ、このくらいとしても根気あればいいわけよ。あ、こう大きく取りすぎた。うん、ね、本当にこのこういうね、体のサイズ24、5センチだって俺は上がってるんだけど、指先から肘までこれ50センチって、まあ、赤ちゃんに合わせてみたら、お、50センチの赤ちゃんと同じだなってことで覚えてるんだけども、50センチとかの覚えとくと分かりやすい。今回は本当このくらいあればよかったのに多く取ってきちゃったってことで、まあ、これ切ります。とりあえずこれ、まあ、半分でいいかね。でこいつを本当にね、カシス、黒フサスグリ、青森のカシス、まあカシスはね、ほんと簡単なのさ。そのカシスが植わってる場所から枝を切って、そこにただ刺しただけでもつくぐらいだから。だから、ただこう刺して、水あげとけば、苗できちゃいます。本当に簡単。俺、こんな簡単でいいのって、びっくりしたもん。ブルーベリーとかであれば、俺失敗したんだよ。なんだろうね。うん、酸性度なのか何なのかよくわからないんだけども、とにかく失敗した。けれども、カシスはほぼ 100%、90何%、成功します。本当に投げておいて、ただ適当にピュッと刺しといたら、ついちゃって、わ、困ったじゃんっていうぐらいのね、レベルで成功します。簡単です。で、この状態のまんま、まあ、日陰に置いてあげて、水あげてっていう感じで養生したいと思います。んでね、今ほら切った、こっちの棒ね、これでもいいのよ。本当にさ、本当にね、びっくりするぐらいつきやすいんだけども、葉っぱがないやつでもつくのさ。本当にびっくりしてさ、超簡単ね。これでもただこうやって刺しとけば、おっとちょっと出すぎた、斜めにしとこう。ね、これでもつくわけさ。本当に本当に本当よ、本当本当で、本当それなのは10センチもないぐらいの枝を畑の脇に刺しといたの。トマトの脇だったかな。ピーマンだな。うん、の脇に適当に刺しといたのよ。いいや、投げるのもったいないから刺しとけって。そしたらついて葉っぱ出てきて、苗になっちゃったのね。そのくらい強いのよ、このカシスっていうのは。カシスはね、一株買ったらそれから刺し切って種増やすことできるんで、いっぱい買わなくてもいいと思います。まあ、時間はかかるけどね、買ってきたやつを植えれば、まあ、次の年から収穫とか、2年後から収穫ってことになるんだけども、まあ、これだったら多分3年、4年はかかると思うんで、収穫までいけるまで、初収穫までね。だから、そういう意味で考えれば買ってきた方がいいかもしれない。けれども、やっぱり結構な量を作るんだってなれば、カシスこうやって増やすことできるし、家庭菜園ぐらいだったらこれで十分やっていけると思うんで、やってみてほしいなと思う。と、で、葉っぱをね、俺落とすって喋ったじゃん。あれ説明するの忘れたんだけれども、まあ、要するに葉っぱってのは呼吸をしてるじゃん。でこっから吐いてるわけよ。で蒸散って習ってると思うんで、小学校の時にね、水分を出すって。だから蒸散量が多いと、この挿し木の中の水が少なくなって、まあ、枯れていく、しおれて枯れていくっていうことがあるんで、その蒸散量を調整するためにこの横にあった葉っぱは全部切り落としましたね。そういう狙い。だから葉っぱは3、2枚、3枚。まあ、こんな状態程度にしておけばいいんじゃないかなっていうこと。で、本当さっき刺したのとはあるんだけども、こういう新梢、今年伸びたばっかの枝でも、この去年伸びた、ちょっと表面がね、茶色くなった枝になったやつでも、どっちでもつきます。ね。それだけすごい簡単。本当に。びっくりした、本当に簡単なんでね。もしカシスとか栽培することあったらやってみてほしい。ていうか、こういう風にわざわざポット買ってきて土入れて苗作る必要ない。植えたい場所に刺しておいてみればいい。で保険として5本ぐらい刺しておいて、で1本にするとかでもいいし、ね、わざわざ本当こんな手間かけなくても大丈夫なくらい強いんで、本当にね。刺してほっとくだけ。日当たりで、日向でずっと日当たってるところでもうついちゃったぐらいだから、本当は日当たらないところ、日陰のところでしっかりも水あげてしっかり管理して、挿し木とかね、菊とかでも、あとなんだろう、まあ今やってるので言うと、よいしょ、この
トマトのね、これも挿し木、脇芽を挿したやつなんだけども、で、増やしてるんだけども、こういうのも、まあ、日陰とかね、日向ではやらないんだけども、このカシスさんは、すんごいね、簡単につく。日向でも大丈夫。なんで、まあ、とりあえず、練習がてらやろうって思うんだったらおすすめです、練習には。うん。だから、ぜひ、こういうのをやってみてほしいなって。挑戦してほしいなって。すごい簡単なんで、カシス。で、ジャムにしたりとか、シロップにつけて、黒い実がつくんで、これ、赤いのもあるけども、これは黒ふさすぐりって言って、黒いカシスなんで、おっと、スマホ鳴った。まあいいや。ね、それなんで、まあ、シロップにつけてみたり、果実酒にしてみたりとか、まあ、シロップで、ほら、なんだっけ、氷砂糖と一緒に実を入れておいて、シロップができるんで、それを、まあ、焼酎とか水とか炭酸とか入れて、割って飲んでみればいいんじゃないかなと思います。まあ、俺お酒はあんま飲まないから、あんま詳しくないんだけどもね。うん。うん。で、食べてみればいいかなと思います。